お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日、あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか？兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一壺を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか？お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待て。ほっといて。もう一人で平気だから。誠、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか？たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの？あかんか？いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。言うで。She claims she's fine on her own, but her eyes are telling a different story. Better take it slow for her.したの？このよ、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私、さっき屋台を見かけたか。屋台って、たこ焼きんか？
多分匂いがそんな感じだったから。どこで見たんや。なんか広場みたいなところ、周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら劇場前広場やろうか。ほなそっちに行ってみようか。なんさ、気付けや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。ああ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気ないんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。あ、もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょ、待っとけ。Hello there. You're the gentleman from before. That was some dang fine takoyaki. I'll take one more. Is that so? Aren't you the sweetest? Just take as many as you'd like, honey. On the house. For real? All the same, just one right now, and you'd bet I'll be back to buy more another day. Thanks, lady. Anytime, dear. Alright.Got some hot takoyaki. Now to go get it back to the children's pike before it gets cold. Anja. Huh? Takoyaki, kure ya. Nani yutoru ya, ma? Saki, kouen kara dete kita o nei chan kara.
あんちゃんに伝言を預かっててね。何やと？その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど、伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって、そんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。It's about time to go meet Makoto. Who knows why she gave me the slip last night. But she wouldn't do this without some sort of plan. I ain't about to leave her by herself. Regardless, she wants me there, I'll be there. Makoto should be waiting up there. Whatever comes next is a problem I gotta solve when I get to it. No time to stand here thinking.どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組。うちの雇った鬼人会、てめえのおかげで散々下手打ってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや。嫌な他のもんに聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。
六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。Gotta get to the Sebastian building now. No telling what she's planning to pull.牧村誠さんをお連れしました。よくやった渋沢。次期若頭これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。ああ、一人か？誰だありゃ。まじま